ちょっと話を聞いてみようぜ。困っている人。あんたは。ほう。ひょっとして。いや、なんてこった。おいおい、またかよ。どうなんだ。あれを使えば。やったぜ。落ち着けって。急ごうぜ。今の会話、何？老後？全然意味が分かんないんだけど。悪い悪い。昔馴染みでついな。あいつパドボっつって弟分だったんだ。あいつが倒しそびれたズーグルが暴れてるみたいでさ、付き合ってくんねえか。しょうが。容赦しないわよ。火の精霊術を出さない。ドラに逃げても無駄よ。こう飛ばれるとやりづらく仕方ねえ。お塩、頼めるか。ええ、任せて。バラバラにしてやる。打ち止め。極限の打ち止め。攻撃毒弾出やる。攻める。叩き攻める。やったよ。今が攻め時のためでまだ戦いそうだ。前線は頼む。ああ、任せておけ。よくわかったよ。なら私が妨害を頼む。この弾丸でハイトカス。ここで決めてやる。来ないのか。ここまでだ。豪華爆撃戦。こっちの番だ。燃えろ。なかなかの手やね。ちょっとは認めたか。別に認めてないわけじゃない。ヤマセロール。傷を治すわ。あれよ。ファーストイキブ。止める。いけすぎ。氷の槍よ。終わりだ。フリーズランド。フラフラフシッテ。傷を治すわ。バラバラにしてやる。ファーストイド。止められたか。これで終わりだ。火というものは本当にあるようだな。目的地に着いたわよ。やり。おい。なんだよ。どうなんだ。これは。何？ちょっと。なんだよ。これはどういうこと。おいおい。
一体どういうことなんだ。いや、あいつが俺とリンウェルとのことを勘ぐってよ。リンウェルはリンウェルで分かってねえみたいだし、二人から責められて参っちまっそのうん、痛いわね。目的地に着いたわよ。何かあったんだろうか。二度と来るんじゃねえぞ。よし、俺はやるぜ、アルフェ。やるぜって、服を受け取るだけだろ。いやいや、町一番の美人、お近づきになってみせる。アルフェ。ああ。
な遠くには行ってないと思うけど。つっても外にはすぐ。グルがいるしな。急ごうぜ。あの牛じゃない？ズーグルに囲まれてる。やいやい、アブ君をいじめるんじゃねえ。本当に私だって。なかなか調子がいいな。それなりに鍛えているつもりだ。その調子で頼むぞ。相変わらずの手際ね。よっしゃ。ローの出発を見守ってるよ。あいつら。くらいだぜ。俺をそんなに慕ってくれるのは。そうしそうは。よし。うわ。この。やれやれ。
ギルって意外と激しい人だったんだね。に何のことになると熱くなってしまうんだ。それはあんたも同じだろう。ああおう、やっと着いた。うそ。そんな。おう。承知した。
かし君が二人の再会に水を差すとはな。あれはアルフェンとシオンの時もそうでしたが。あまりの熱愛っぷりに満腹で、むしろティオハリムは嬉しそうですね。かように特別な二人の門出に立ち会えるのだ。喜んで悪いことはあるまい。ご自身の方はどうなんですか。そうさな、何か視線を感じ、やれやれ。おい、ハルフォン。うわ、この旅も刺激的な旅であった。ふるっ、またご褒美をもらえたな。
まだこれだけいたのだな。ダナフクロウ。なるほど、美しいものだ。私もダナのフクロウはほとんど滅びたものと、当てにならないものですね。何でもいいけど、ここのことは秘密だからね。ああ、分かっている。こういう場所はなるべく知られずに置くべきだ。だが、惜しいな。うまく訓練できれば素晴らしい合唱が期待できそうなもの。フォロー、フォロー。なんか泣き始めたぞ。アルフェンとシオンが訳してくれるよね。え、あ、いや、前のあれは適当な想像で。へえ、なんかよくわかんねえけど、それやってくれよ。そうか。まあそこまで言うなら。うん。あんなこと言ってるが大丈夫なのか。はあ、しっかりなさい。託すと決めたのはあなたでしょうに。ほほう、ほろろ、ほろほろ。俺には仲間を守る責任がある。それで無茶をされては困るのよ。フクロウの会話なんだよな。もちろん、もちろんだ。ああ。それにしてもよくこれだけのフクロウを見つけたものだ。リンウェルのフルルへの思いの強さの賜物だな。フルルはどの枝に止まるのかな。リンウェル。あ、ううん、なんでもないよ。さあ、まだ止まり木も半分しか埋まってないし、残りのフクロウも頑張って探さなきゃ。ほとんどの止まり木が埋まったな。まだこんなにいたなんて正直驚いた。注意深く生きてきたのだろう。生命のしたたかさと言うべきか。一羽一羽は可愛らしいのに、ここまで多いとなんだか壮観ね。圧倒されるわ。なんか一斉に見つめられて落ち着かねえんだけど。フクロウの目ってじっと見つめてる感じがするからね。フォロロ、よくやってくれた。また始まったぞ。まんざらでもなかったんだね。正直これだけ仲間が集まるとは思っていなかった。困っている相手を見るとすぐ助けたがる。おかげですっかり大所帯だわ。俺たちは滅びる瀬戸際だ。運命を変えるためにも力を合わせなければ。背負いすぎなのよあなたは。だとしても俺は運命に抗いたい。君を一人残すことはしたくないんだ。一人で決めたような気にならないで。私だってあなたと一緒に生きるための努力をするわ。フクロウのことだよな。フクロウのことよ。仲が良くて結構だが、そろそろいいかね、ご両人。どっちの会話だったんだよ今の。お前が思った方でいいだろ。それよりまだ少し枝に空きが残っているな。ここまで来たら埋め尽くさないとってか。ねえフルル、フクロウたちをみんな集めたら、そしたら。フォロー、困っている人はいないか。何にでも首を突っ込まないで。うん、おや、うん、あ、なあ、はて、うん、うん、ほう。
やっと着いた。陰鬱な場所だな。せめてあなたが爽やかに頼むわ。努力しよう。あれは目合わせんなよ。長くがいい。この酔いは開けるぞ。すごくいい。この2人の流れ名人剣こっちの番だ。この仲間を上げろ。やっと撃ち取れ。やばたいやつは任せろって。出られっ。やらせない。決めて。これで終わりだ。なかなかの対応。ちょっとは認めたか。別に認めてないわけじゃないよ。宿ったぜ。マグナリー。炎の出てそうだ。仕掛けてくるぞ。え、気をつけて。インテリーカルターン。マグナリー。いや、これ積みない。エクセキュート。ブラッキーハウリング。ここまでだ。この中の炎が当たり。この鬼必ずや報いよ。やれるぞ。これで終わりだ。やるか。この一瞬止める。燃えろ。テンペスタ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 。やれるぞ。これで終わりだ。そうでないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。ああ、やっと着いた。なるほど。承知した。なんかいろいろ集まったけどよ。やっぱ静かにしたまえ。
声だ。え？散り散りになった異物たちがささやくのだ。共に会いたい、一つになりたいと。へえ、リンウェルも聞こえるのか？聞こえるわけないでしょ。異物には興味あるけど、さすがにそれは。でもお前、時々精霊力がうんたらって誰かと喋ってねえか？私ってデュオハリムと同じなの？並べてみると各々の魅力が際立つな。この流線形にあの幾何学模様、波の感性ではない。完全に世界に入っているな。アルフェンも武器のことになるとこんな感じだよな。えっ、俺もデュオハリムと同じ？あ、なんかみんな静かになっちまったな。この開口、偶然とは思えんな。開口ってなんだ？出会いってこと。大げさだよね。どうした？気合を拭えないで。フルだ。フル、うん、ほう、うん。決めたことだ。きっと仲間以上にご婦人が大事だったんだ。しかしこれでご婦人も気力が戻ると良いのだな。
感謝する。デダイモがフクロウを飼っていた。なんて本当に昔はいい人だった。よかった。結構金貯まったし、町で遊びてえな。賭け事はダメだよ。ちっ、頭のか。シオン、少しいいか。ねえ、話があるんだけど。いい？どうしたんだ、改まって。私が持っていた人形の話、あれから考えてみたけど、やっぱり誰かからもらった覚えがないの。子供の頃の話だし、思い出せないのは無理ないんじゃないか。そうね。でもあの人形はとても古くて、最初からあったような気がするの。もしかしたらよ、万に一つの可能性だけど、あの人形はあなたがレネギスに持ち込んだということはない。まさか。絶対にないと言い切れる、うん、あるというよりないという方が簡単。分かってるわ。でもゼロと断言はできないでしょ。ずっと一人だと思っていた私が、あなたやローやリンウェルやキサラやテュオハリムに出会ったように、起こりえないと思っていたことが起こりうるのも現実だわ。確かに、何もかも300年前に置いてきたのに、今の俺は一人じゃない。あなたが300年を超えて私やみんなと出会ったように、一つの人形が時を超えたっておかしくはないでしょ。このことに意味を見出すのも見出さないのも自由なら、私はあると信じたい。そうだな。偶然だ、ありえないと拗ねるよりよっぽど素敵だ。朝食は期待してるわよ。おはよう。行きましょうか。厄介な奴がいるな。うん、勝てる見込みは。
容赦しないわよ。私に任せて。ノックブレイク。こんなこと言ってて懐かないんだって。全てを打ち壊さばかり。王も飛び回られてはな。分かってる。私は見事な演劇。一般に値する。クーラー来い。巻き込め。似てるぞ。チームの火を止めた。ファーストエイド。水の精霊。やれるぜ。ブレンジソン。火の精霊。この位置を取る。氷の闇よ。はい。はい。やばせろ。できた。この攻撃逃してはあるまい。まとめて回復するわよ。エアプレッシャー。片付けたぞ。ハートレスパーク。ブラッティハマリオ。やばっ。なんて倒れてるけど音に。ありがとう。ハートレスパーク。敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。氷の闇よ。よし、今のうちに止める。敵地に着いたわよ。ん？ええ。あ！ちょっと。お。
見覚えのある景色は安心するな。やべえやべえやべえ、一筋縄ではいかないように。ヤマタノール味方しよう。全力でいけそうだ。いい合い勝負だ。こっちがまたヤマタノール狙うはジャンセンだ。味方しよう。ヤマタノール私に任せたい。返事して一番！レッドステップ陣！やった！
新しい技か。野菜。クズも細かくして調味料と混ぜれば。また節約の話か。ここまでは無事につけたな。ご一行様じゃないか。マハバル、あんた生きていたのか。おいおい、丘暮らしのあんたらが生きてるのに船乗りの俺が海で死ぬ道理があるか。だがてっきり、いや無事でよかった。俺たちのせいで危険な目に。船乗りの本懐を遂げさせてもらったんだ、気にするな。まあもっとも船はそういうわけにいかなかったんだがな。どこかやられたのか。見たところまともそうに見えるぜ。戻ってきた時の話さ、機関部をやられて息も絶え絶えだった。それでダメ元で漆黒の翼の顔役に相談してみたんだ。そしたらやっこさん、あろうことかレナ人の技術者をよこしてきやがった。レナ人の。ああ、メナンシアから来たって言ってた。威張るでなし、仕事はきちんとやるしで、正直面食らったよ。彼らが自分でしたことだ。まあとにかく、おかげでこいつは前より調子がいいってわけだ。あんたらのお目当てもこいつだろ。ああ、大会のど真ん中に行きたいんだ。それも今すぐ。ちょっと、まだ引き受けてもらえるかわからないよ。俺は船乗りだ。答えるまでもねえさ。さっさと乗りな。十分でかいと思ってたけど、間近で見ると想像以上にでかいな。あっさり上陸できたな。何かしら妨害があると思ったか。私たちが来ると思ってなかったのかな。さすがにそれはないだろう。あるいは問題にならないと見たか。どういう意味だ。舐められているということだ。それにしてもこの構造物は異質だな。見たことがない。ええ、そうね。レネギスのレナの建造物とは違う。そもそも中に誰かいるような感じじゃなさそうだぜ。
気味悪いな。一体何でできてるんだこれ。なんだろう、機械でも生物でもない。でも生きてる。シオン大丈夫よ、何でもないわ。それでこれからどうする。中枢部を見つけて叩こう。こいつがダナの精霊力を吸い上げているのを止めるんだ。ダナこの大きさだ、行き当たりばったりでは見つけるのも簡単ではないぞ。確かに、この場の精霊力から何かわからないか。下から上に向かって膨大な力が流れているのは感じるが、構造となるとお手上げだ。リメル、そこなの。おい、どうしたんだよ。あれ、私大丈夫か。何があった。なんだろう、精霊力の流れを感じ取ろうとして、そうしたら何か声が聞こえて。声？うん、言葉ってわけじゃないんだけど、ただこっちだって。敵が何か仕掛けてきたのか。違うよ。なんでわかるの。知らないよそんなの。でも敵とかじゃない、そういう感じじゃなかった。どう思う。罠の可能性もありつつかけてみるか、当てどもなく探して回るかの選択だな。リンウェルを信じよう。いいの。ああ、ま、何の当てもないよりマシか。あ、おい、何怒ってんだあいつ。気遣いも言い方次第で逆効果だぞロー。あ、ああ、物騒なところね。俺たちが片付ければ少しは平穏になるさ。相変わらず人がいいこと。中も外に負けず劣らずの様相だな。興味深い。レネギスから現れたのにまるで質だわ。どういうことなの。どこ見てもグネグネのモコモコ、何のためださ。やるしかない。蒸発しろ。やめとる。バンズバラバラけ。全然かけろ。やらせないといいよ。やらせない。大丈夫だ。うまくいくかな。今だ。灼熱の。バーンストライク。決めた。これで終わりだ。こっちの番だ。炎よ。熱止め。決めて。やらせろ。行って。ふざけろ。強くなれたかしら。ああ、射撃までの速度や安定性が増している。そんなに見ないでほしいわ。これで戦力増強だな。あ、
まだまだ上を目指す。この頃ついているみたいだ。ダナの精霊力だ。ここを通ってレネギスに送られているのか。急ごう、早く止めないと。ここは抜かせ。この調子で行こう。やるしかない。私に任せて。空に逃げても無駄よ。光どなたよ。行って砕けろ。やりすぎた。これくらいがちょうどいい。光を砕けろ。これで終わりだ。これで新しい武器作れないかな。なんだか森の中のような、生き物の中のような、不思議な感じがするな。よせよ変なこと言うの。人工物なんだろ。だとしてもまるで予測がつか。気を抜かないことだ。全力で行くぞ。水の精霊時間止めるぞ。これで終わりだ。こっちの技風よ。ヒューハイム、ポッハ、中央陣上出来ね。さっさと片付けましょう。私なら落とせるわ。これの真骨だ。まだ当たるやつは任せとけ。ヒューハイム、こう飛ばれるとやり方が固めない。シオ、頼めるか。ええ、止まれたか。任せる。流星陣、振り立てよ。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 エゴに回るわ。やばい。振り立てよ。振り立てよ。食べよ。の精霊たちよ。はい、振り立てよ。これで終わりだ。これで新しい武器作れないかな。
こうも飛び回られてはな。分かってる。私どうぞ。倒れろ。逃さない。ヤバタロウ。本気で行く。ザラのことは独特だな。レナの強弾も受けて。生命力全開。いっけ。知り物ことないわ。当然。仕留める。動きを止める。息の根止める。今だ。治癒の時よ。ファーストエンド。今だよ。シアハイム。決めたまえ。強くなったかも。ちょっとだけ。ああ、頼りにさせてもらうぞ。頑張るね。活動することを前提にはしていないようだ。確かに見かけるのはズーグルばかりですね。我々はいわば巨大な修霊機の中にいるようなものかもしれんな。修霊機か。なら差し詰め精霊力を受け止めているレネギスがマスターコアか。なあ、さっきの声まだ聞こえるのか。気になるの？信じてないんでしょ。いや、悪かったって。進むほど強くなってる。道は間違っていないってことか。その声というのはどこから聞こえるのだ。自分の中から聞こえるような、いろんな方から同時に聞こえるような、包み込まれているような不思議な感じ。包み込まれてる。精霊力が関わっているならそれほど不思議ではないな。うん、でも聞いているととても安心するんだ。何でもいいけど、何かおかしなことがあったらすぐ知らせろよ。うん、分かってる。見せてくれ。まずい。
相手も術を使う。やめて。これで終わりだ。いくらでも相手になってやる。問題はないな。邪魔をするな。そこまでだ。ヤマテロール緑の刹那先行。ウルフナの光の塔だね。叩きつける。アブレット受け付け。氷の槍を戦乱の空だ。ノー灼熱のバーンストライク決めて。はい、4、1、砕けろ。いい、前よりも動けそうだ。そうな装備ね。問題なさそうな相手だな。次任せたまえ。緑の刹那、突撃。どっちの頭を攻撃してくるの？相手を任せろ。無駄な奴は。じゃないわ。炎が。やらせろ。やれるぞ。やらせない。やらせろ。やれるぜ。光を。貫け。どうか爆発。絶好。いいの強い。負けちゃう。まとめて片付ける。シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。
落ちればひとたまりもない。気をつけたまえよ。食事にすべきね。そうか、俺はまだ。二度言わせないで。少しばかり変わった輩がいるな。油断しないで。言われなくてもヤマタノオール炎よ。全力でいけそうだ。巻き込め。当てないよ。次次次危なれ。外さないわ。出られ。打ち勝て。やっぱり倒れろ。倒れろ。カバー。これでいけないわ。ならまた違う。妨害を頼む。みんな行こう。止める。はい、続いてヤマタノオール。確実について。なんか使えそうな装備。突破するぞ。いてつく氷の槍は。いてつく氷の槍は。くらえ。
見た目はあまり好みでないが。
飛ばれるとやりづらくて仕方ねえ。シオン頼めるか。ええ、ナトセ、我が術で貴様の瞬殺を封じよう。いや、しばらく行った方が楽しい。いいから早くして、決めて、決めて、これで終わりだ。いくらでも相手になってやる。立てよ、動きを封じてやろう。決めて、リード、こっち、というものは本当にあるようだな。どきなさい。来るなら来い。スイーツを助ける。やりすぎた。これくらいがちょうどいい。まとめて片付ける。はっ、成功。拡散壁、狭い人接近。誰も見つけたこの誰も見つけたこの仕方。ラスク剣、今だよ。ラス灼熱のバーンストライク。やるじゃ、水の光。もっと力が必要ね。ちょっと片付けましょう。いや、倒れろ。倒れろ。倒れろ。の精霊術。やばたろ。どうしたんですか。どうなってる。私の手が必要だ。任せたまえ。マグナレイ、魔人剣攻撃。全然変じゃ。今だ。やまた逃げるぜ。貫き。全然やめなさい。クーハ、絶対に。貫き。貫き。貫き。この炎の外さないわ。全然やそう。真の強なる。この火炎コンサート。ヤマタのオロチ、強すぎるぞ。ラスク剣、積みない奴はインテリーカム。実はやらせるか。マグナレイの刃を差し尽くす。インテリーカム差し尽くす。カリオン、これで戦いで返す。守るだけじゃないぞ。炎よ、巻き込め。実は逃げるぞ。ヤマタのオロチ、なさい。立てよ。この炎の買い物こそ天風神。さらにご攻撃。切り開く。はぁ、炎症かい。まとめてか。これで終わりだ。これでこっちの番だ。闇の力向かって万全の条件に挑む。ありがとう。無理はしないで。シオンもだよ。攻防はいいか。バラバラにしてやる。危ない範囲効果攻撃で非常の闇を切り抑えできるの時よ。任せたまえ。ヤマタのオロこの炎の買い物を手に入れるのを私に任せて。やらせか。ぜひ攻めるのやりのライオン。ヤマタのオロ助ける。三日月よ、降り注げ。守るだけじゃないぞ。敵を助ける。これで終わりだ。ちょっと無理かも。
このくさび全体の力の流れの要。あれズーグルなのか。なんてデカさだ。万人と中枢を兼ねているのか。とにかくあれを倒せば精霊力の吸収を止めることができるんだな。どうやら違っていても戦うしかなさそうだ。油断するな。これもレナの技術の産物なのか。何だか生き物だか知らねえが、おとなしく仕上がれってんだ。気をつけたまえ。どんな能力を持っているかもわからん。わかってるって。そんなヘマするかよ。ラクセこの炎を風よ切り締まる。スローガン火の精霊口よ。ターンストライク。凍てつく氷の槍よ。フリーズランタン食らえ。やばやれるぜ。光よ貫け。同点に出せ。やれるわ。行けヤマタロー。アローリー貫け。ダンクセ凍てつく嵐。下げろヤマタロー。アイストルネーガー。これの真骨だ。この炎で灰物の氷の槍を変わってないのか前から良かったってことに優に有効するなんて。私に任せて。この炎が凍てつく氷の槍よ。切り締まる。いった今だ。はい、フリーズランタン。バンズドラゴラケ準備完了。槍を貫け。援軍だと見るわよ。貫け出せる。やっていく。この炎を何者かと決めなさい。避けろ。私の後ろに回れ。援軍立ち上がる。今度見せてあげるわ。ちょっと興味ある。風よ天空小熱波本王テック外さないわ。やらせじゃ。リベル！危ない！戻れ！
大丈夫かリム。お前泣いてるのか。あんただって。聞こえた。私にも聞こえた。私もだ。声と言っていいかわからないが、確かに。何だったんだ今は。あれはダナの精霊力だった。私たちが聞いたのはその声。精霊力に意志があるっていうのか。わからない。でも覚えている。ビエザと戦った時に起きたこと。修霊機から現れた炎の怪物のことか。そう、溢れ出た膨大な精霊力が怪物の形を成した。さっきまでこの場にはそれをはるかに上回る精霊力があった。精霊力がたくさん集まると実体や意志を持つというのか。かもしれないというだけよ。マスターコアには修霊機より多くの精霊力が収められているけど、そんなことは起きていないし。だがマスターコアや修霊機にそれを抑える仕組みがあるとしたら筋が通るのではないか。確かに炎の怪物が現れたのはビエゾの修霊機が壊れた直後だった。さっきのズーグルにも同じ機能があったが、扱う力が大きすぎて抑えきれず、それをリンウェルが感じ取った。でもだったらなんで消えちまったんだ。精霊力はたくさんあったし、邪魔してたズーグルもいなくなったんだろう。おかしいじゃないか。ごもっともだ。仮説を進めるにしてももっと裏付けがいるな。それはそうと、大丈夫かね、リンウェル。なんで私が最初にあの声を聞くことができたんだろう。リンウェル、もしももしもだよ、それが私の血のおかげだったら。あ、ごめん、変な話しちゃった。さあ早くここを出よう。本当にちゃんと止まったかどうか確かめないと。またあのグネグネの中を通らなきゃならねえのか。行きと違って下りな分楽よ。そっか。あ、なら筋肉痛は下りの方がなりやすいそうだ。マジ？